どうも、かつやしです。本日はなんですけれども、前回の動画でこちらですね、スクリーンスターズ、ベストのですね、こちら、ロンティーをですね、ご提供いただきましたメーカー様よりですね、ちょっとあるアイテムが届きまして、で、このロンティー、僕は本当にプロッパーのカーゴパンツ、オリーブとね、合わせてめちゃくちゃ好きなんですよ。まあ、こういったコーディネートになるんですけれども、いや、これは本当ね、なんか僕の服装の中でまた新しい道ができたというかですね、ブラック一色だったのがですね、新しい道ができた一着だったんじゃないかなと思っております。それでなんですけれども、前の動画で、なんかブラックでスウェットなんかないかな、みたいな感じをポロッと言ってて、それを見ていただいてた感じでですね、ブラックのスウェットが届きました。今日はこちらのですね、こちらのですね、なんか噛みましたね。いつも噛んでますけれども、なんか噛みましたね。こちらの開封着用動画、行きたいと思います。行きましょう。いや、これね、結構ずっしりするんですよ。で、オニータのパワースウェットといえば、以前こちらの、こちらもですね、オニータのパワースウェットなんですけれども、ピグメント加工のジップアップのスウェットをですね、こちらも提供いただきまして、これダブルジップなんですよ。これも気に入ってね、着てまして、で、またここと同じオニータのパワースウェットということでございまして、結構やっぱり重量感あるところが気に入っているポイントだったんですけれども、これもね、重量感たっぷりですね。はい、そしてですね、こちらなんですけれども、メーカー様のホームページでして、オニータパワースウェットクルーネックの分ですね。これがですね、一応3色展開、アッシュ、ネイビー、ブラックとありまして、サイズが ML 展開。で、これやっぱ重たいと思ったら、見たらですね、およそ15オンスのスーパーヘビーウェイトのスウェットになるということで、これがね、またね、いいところついてくるわけですよ。ラグランスリーブでございます。で、ルーズフィットのシルエットでこだわっていると。で、前回はピグメント加工だったけれども、今回は製品洗いのみということで、ウォッシュが一回かかってるわけですよね。なんかそのあたりも含めて楽しめそうな一着なんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、開けてみましょう。いきます。オープン。シャーンと結構パンパンに袋詰まってますね。ああ、洗いかかってる感は確かに伝わる。これ。黒だからまたね、こんな感じになっちゃうんですけどね。これいいぞ。しかもラグランスリーブ。で、ちなみに私がですね、L サイズをチョイスということで、まあ、ゆったり、ルーズに着られるアイテム。これかなりヘビーウェイト。ガシガシ着られて、もうガンガンさらに洗いかけちゃいたくなりますよね。しかもこのね、裏がですね、裏起毛じゃないですね。裏毛ですね。いいですね。いきます。全貌、せーの、じゃーんということで。うわ、これ、横、めっちゃ幅広くないですか？これ、いいぞ、これ。ラグランスリーブっすよ。わ、これ、ラグランスリーブ来たな。しかも、結構、腕周りぶっとい感じですね。で、しっかりリブも。わ、これ、めちゃくちゃしっかりしてるね、この。なんかね、すごいこの作りというか、めちゃくちゃしっかりしてる。なんか、王道って感じのスウェットですね。細かい部分でいくと、ほんとシンプルな製品洗い、ウォッシュかかってる、スウェットになりまして、裏地がですね、これで伝わるかな？どうだろう？こんな感じです。こんな感じ。裏起毛じゃなくて、裏毛のような形でございますね。で、肩のラインがラグランスリーブでございます。こんな感じのラグランスリーブになりますね。で、サイドは特にね、まあ、こんな普通のスウェットになります。いや、これさ、僕が最近お気に入りのプロッパーのカーゴパンツに合わせてくれと言わんばかりの、この、王道なスウェット。もちろん 100% 当然コットンでございまして、
ちょっとこれ早く着てみないとわからんですね。どれくらいのサイズ感か。身長172、体重62、3キロの私でこの L サイズ、果たしてここからです。着てどうか、サイズ感です。結局サイズ感です。多分ね、こう合わせた時点で若干もしかしたら丈が短いのかなとか思ってるんですが、肩がラグランスリムな分ストーンと落ちるような気がするんで、なんかいけそうな気がする。ちなみにね、このね、ジップのタイプもですね L サイズになります。いや、これね、着てみました。むちゃくちゃ好きです。身長171センチ、体重62、3キロ、まあサイズ感まずこういきましょう。こんな感じです。何がいいかっつったら、ここ腕の太さ、これっすよ。で、僕思い出したんですけど、これこのね、ジップのスウェットも提供いただいた時に、これ腕めちゃくちゃぶっといんですよ。これ最高だなって多分言ってたと思う。いや、ここね、めちゃくちゃかっこいいぞ。で、丈はですね、ものすごい長い作りではなくて、ほんとどちらかって言ったら、ボックスの感じなんですけれども、絶妙な丈感じゃないですか。長く、これでね、多分ね、もう1センチに2センチぐらいかなかったら、結構ダランってなりすぎちゃうんですけれども、絶妙っすね、僕の身長体格であれば。いや、最高。これはいいぞ。で、僕、スウェットといえば、ユニクロ U のね、スウェット、これ、気に入ってきてたんですよ。気に入ってきてたけれども、これ、どっちかったら、まあ、似たような感じじゃ似たような感じなんですが、ラグランだしね。どっちかったら、やっぱ、綺麗めな感じなんですよ。で、この、オニータの、スウェットに関しては、いや、これさ、かっこいい。ガシガシほんと着られちゃうんじゃないかな。ただもしかしたら、もしかしたらっていうかね、多分ね、洗ったら多分なかなか乾かないです、これ。なかなか乾きづらいところがまたね、男心くすぐるスウェットというかですね、この製品洗いの真っ黒じゃないけれども、黒のこの感じといい。ラグランスリーブで、この肩がですね、この、ポコってならない感じだとか、いや、この腕の太さ最高じゃん。めちゃくちゃいいじゃん。着丈もいいじゃないですか。これアンダーウェアを最近よく着ている、シュプリームヘインズのね、ムジティなんですけれども、まあアンダーウェアなんですけれども、それを着たね、こういうような丈感どうでしょう。これちなみに M サイズ、これ L サイズね。 L サイズでもね、でも普通の L より全然でかいです。普通に XL ぐらいありますね。いや、腕の太さめちゃくちゃいいじゃん。で、ここのね、着てみて分かったんですけれども、この、分からんかな、これじゃあ、ここ、若干こうね、洗いをかけてることによって、生地が縮んでるかは分からんけど、こう波打ってるんですよ。こういったところもね、いいじゃないですか。いや、これはほんと。で、このまたプロッパーのブラックカーゴとまた合っちゃう。合っちゃう。そんな感じですね。メーカーさん、僕の最近の服装、よくお分かりです。よくお分かりです。これに、お気に入りのスニーカー履けば、バッチリじゃないですか。で、キャップかぶって、で、これね、15オンス。結構ほんと肉厚だから、しばらくアウターいらずのような気がする。いや、これはいいぞ。中にね、今半袖 T シャツだけど、ね、サーマルとかのロンティーとかと合わせちゃったら、全然いける。全然いける。です。もうほんとね、リブとかね、めちゃくちゃしっかりしてる。これ、たまらんな。たまらんな。いいぞ、いいぞ。これはいいぞ。ブラックカーゴとも合うし、当然オリーブとのカーゴとも合うし。なんかすごいツボついてくるアイテムありますよね。はい、そんな感じですね。いや、こういうのってやっぱ着てみないとわからんですね。ということで、はい、本日はですね、メーカー様よりご提供いただきましたオニータのパワースウェットということでございまして、いや、この腕の太さもたまらんです。
で、裏肝じゃなくて裏毛なんですけれども、15オンスでしょ、約。まあ乾かないでしょうね、これから冬の時期なかなか乾かないとは思うんですけれども、これはいいぞ、この腕の太さたまりませんね。で、程よい最近の私の服装、この身幅の感じ、着丈もめちゃくちゃ長いわけじゃないけれども、多分これ以上長かったらダボつきすぎちゃうんじゃないかなというこの絶妙の感じ。オニータいいっすね。はい、これなんかスウェットパンツもあるみたいなんで、セットアップでもありなんじゃないかなとか思っちゃいますよね。この製品加工、洗い加工もいいし、たまらない一着なんじゃないかなと思います。ということで、これもですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ一度見てみてください。まあカラーが3色あるから、またね、一色一色また表情違ってくると思うんですけれども、いや、これ本当良かったな。概要欄本当リンク貼っとくんで、一度チェックしてみてください。これはたまらんな、うん、最高のアイテムでございます。ということで、終わりにしたいと思いますね。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いや、これなんか前の動画でね、10着絞るならみたいな感じのアイテムもあったと思うんですけれども、これ確実に入っていますね。この身幅とか、いや、これ全体的にめちゃくちゃ好きでした。